私の声届いてますでしょうか。はい、逆に前のお客様、私の声うるさくないですか。大丈夫そうですか。はい、ではこの大きさで参ります。はい、皆様長らくお待たせいたしました。改めましてこんにちは。本日は関西国際空港にようこそお越しくださいました。またワクワク関空見学プランバスツアーご参加いただきまして誠にありがとうございます。私本日皆様のご案内をさせていただきます。ガイドの山本早苗と申します。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。ありがとうございます。ではこのバスツアーを行うにあたります、で最初にいくつかお願いがございます。このバスツアーは一般の人が入れない場所にも入っていきますので、バスの窓最後まで閉めたままでお願いいたします。またバス走っている間はお席お立ちになりませんよ。合わせてシートベルトのご着用にもご協力いただければと思います。そして1時間の間ですね、飲食喫煙の方もご遠慮いただいております。こちらも合わせてよろしくお願いいたします。ただお写真ビデオはどの場所でも大丈夫です。こちらはご自由にお楽しみくださいませ。では先ほど受付でお配りしましたコースガイド、中1枚開いてみてください。そうすると現在ここ関空にやってきている世界いろんな国の飛行機の尾翼と呼ばれる尻尾の部分のイラストが描かれています。今これだけの数の飛行機ここ関空にやってきているんですが、さあいろいろなデザインがありますね。面白いところで言いますと、右のページの一番上、黄緑色に蝶々のマークは韓国のジンエアという航空会社なんですが、蝶々のマークをよく見ると別のマークが隠れております。さあ誰が一番早いでしょうか。ありがとうございます。蝶々の隙間、飛行機になっていませんか。ちょっとこだわったデザインですよね。さあではまもなくですね、皆様左手の方をご覧いただけますでしょうか。はい、国際線の旅客機が止まる北ウィングの駐機場の様子が見えてまいりました。車を止めるところは駐車場と言いますが、飛行機を止めるところは飛行機の機という字を書いて駐機場と申します。さあでは再びコースガイド、今度は全部開いていただきますと、ここ関空島の地図が出てきました。どうして関空島というのか。ここ関空は大阪湾の沖合 5km の海を埋め立てて作った人工島の空港です。このように2つの島からできているんですが、今バスが走っているのは最初にできた1つ目の島、一気空港島、地図の下の方の島。一気空港島ができてから13年後に地図の上の方の島、2つ目の島が完成して関空はこれだけの広さになりました。さあ皆様、今度は前方左の方、背の高い建物を見えてきましたね。はい、あちらは管制塔、高さ 86.4m の一番上の黒いガラスで覆われているお部屋が管制室。あそこから管制官という人がそれぞれの飛行機のパイロットさんに出発していいですよ、降りてきていいですよと指示を出しています。道路には信号機や標識ありますので車同士ぶつからずに安全に走れますが、空の上信号機ありませんよね。飛行機同士がぶつからないように管制官が信号機の役割をして交通整理を行っております。さあでは皆様、今度は前の方をご覧いただけますでしょうか。厳重なゲートが近づいてまいりましたね。あのゲートより中、一般の人が入ることのできない航空保安区域と呼ばれるところです。
中に入るためにはこのように一台一台止められて警備の方の許可を取らなければ入れてもらえません。今からこのバスも中に入るための許可を取ります。さあ許可が出たらあの重い扉が開きます。そして手前のポールが上がって最後青信号 OK です。ありがとうございます。さあでは保安区域の中入ってまいりましょう。さあまず皆様右手をご覧いただきますと津波対策の防潮壁がずっと作られていますが、この防潮壁の向かう側が後からできた2つ目の島、現在この1つ目の島と2つ目の島をつないでる唯一の道路がこの上の道路となっております。そしてこの上の道は4本に分かれていて、真ん中の2本が飛行機の横断用、両端の2本が車両専用となっております。現在2つの島はこの上の道でのみ行き来することが可能。はい、このようにタイミングが合うと飛行機が横断するところもご覧いただけます。あ、今日ははい、ナイスタイミングで運転手さんが飛行機到着来てるの気づいてくださってスピードを調整してくださいました。ありがとうございます。さあでは興奮冷めやらず中、皆さん飛行機での楽しみと言いますと何がありますかね。せーの、ご飯ですよね。はい、皆様右手のバス停見てください。看板なんて書いてますか。このバス停の看板、機内食売と書かれた街中ではまず見ない看板がありましたね。後ほど機内食工場の前も通ってご案内いたしますが、先にですね、はい、地図のページの今からアルファベットの J、はい、今度は2つ目の島の方に渡りますよ。はい、2つ目の島のアルファベットの J のところにご案内いたします。はい、ここにはとても大きな太陽光パネルを設置しているところがあるんですけれども、前半の時間少しバスから降りて太陽光パネルを少し見ていただきながら、もしタイミングが合えば飛行機見ていただけるかもといったところですね。さあそして皆様の前方右手にはアメリカの航空貨物輸送会社フェデックスエクスプレスの北太平洋地区ハブが見えてまいりました。アジアから集められた貨物をここで仕分けしたり積み替え作業を行ってアメリカへと送る、作業が行われております。こちら約200名のスタッフが24時間交代で働いてまして、この倉庫の中には1時間に9000個もの貨物の仕分けが可能な設備が整えられております。さあでは今から、はい、降車見学場所へと入ってまいりますが、ここももちろん一般の方入れないところです。ちょっと警備の方に許可を取りますね。皆さん、はい、左手ご覧いただけますか。左手前方到着機見えますか。はい、タイミングが合えば巨大な太陽光パネルとそして到着機を一緒に、もう一機降りてきてますね。さあまず今降りてきた飛行機、皆さんよくご注目くださいませ。何やら虎柄じゃないですか。あれ、どこの国の航空会社でしょう。はい、虎柄の尾翼は台湾の LCC 格安航空会社タイガーエア台湾。今台湾から関空に到着いたしました。はい、タイガーなので尾翼虎柄でございます。かっこいいですね。さあでは今からちょっとですね、10分15分ほど降車見学いたしますが、本日少し風がございます。帽子やあと持って降りていただくコースガイドなど飛ばされないようにお気をつけください。さあそしてはい、見学場所ですね、私ご案内させていただきますので見学台以外のところには行かれませんようお願いいたします。もちろんバスの外も、飲食喫煙禁止区域となってます。引き続きご協力よろしくお願いいたします。はい、では前の方
色の飛行機が降りてきましたね。ママI'm not.
ですが、お客さん一人も乗っていません。なぜなら窓がないですよね。はい、窓がないのは貨物機です。はい、お客さん乗らないので窓いらないですし、窓がないと機体が少し軽くなるので燃費も良くなります。できるだけ海の潮に強く実のなりにくい木を選んで植えるようにしています。実がなってしまうと空港に来てはいけない生き物がやってくるからなんですが、空港に来てはいけない生き物はて何でしょうかという質問をね、保育園児や幼稚園児のツアーでお尋ねすると絶対どこの園児さんも第一声はライオンって返してくるんですが、はい、なぜでしょうかね、あのお決まりの答えは。はい、ライオンも来たら困るので正解ですよとはお伝えしますが、まあ、ここは空港、飛行機たくさん飛びますよね。ということで鳥と飛行機がぶつかることをバードストライクと言いますが、もし鳥が飛行機のエンジンの中に入ってしまうと大きな事故につながりかねませんので、なるべく鳥が来ないように身の回りにつけ選んで植えるようにしております。さあ、先ほど機内食前という看板を見ていただきました。はい、ということで今から皆様の左手に見える建物が機内食工場、関空には機内食工場2つあるんですが、こちらの工場では現在34の航空会社の機内食を作っております。そして機内食工場の前、変わった形のトラック並んでいませんか。機内食を運ぶ専用のトラックはフードローダー車といいます。あのように荷台を上下に持ち上げることができる車両です。さあ、そしてこの辺りからはたくさんの倉庫が並んでますね。ここの辺りは国際貨物地区、外国から運び込まれた荷物を下ろしたり、関空から外国に送る荷物を積み込んだりする場所なので、各倉庫いろいろな、もう倉庫の中は段ボールやコンテナが積み上がっています。先ほども見ていただきましたように、貨物機にはまず窓がないという特徴があります。そしてお客さん乗らないので飛行機の中もちろん座席ありません。空洞になっていますので、このようにお腹のところにいろいろなものを積み込むことができます。時には動物が積み込まれてくることもあります。これまでに関空にはパンダやイルカやダチョウ、競走馬、そして、アジアゾウが、はい、積み込まれて届いたことがありました。また飛行機ですから早く相手に荷物を届けることができるので食料品も運ばれます。去年2015年度は関空開港以来初めて年間の食料品輸出総額が100億円を突破しました。その理由としては日本を訪れる外国人客がとても増えたことによって日本食人気が高まったのではないかと考えられています。中でも果物の輸出がとても好調だそうですよ。またもう間もなくフランスからワイン、ボジョレーヌーボーが関空にたくさん届きます。さあ、また貨物機、お腹に荷物入れるだけではありません。時にはこんな風に運ぶこともあるようですよ。
背中に積んでますね。スペースシャトルですかね。はい、このように背中に積んで運ぶことなどもあるようです。貨物機いろいろなものを運びます。さあでは皆様、右手前方、今度は煙突のようなものが見えてきました。これ煙突ではありません。空港用の灯台です。上空のパイロットさんに関空の位置を知らせるための空の灯台、白と緑のライトが交互に点灯して関空ここですよとお知らせをしています。そして右手のこの大きな施設は水をきれいにするところ、浄化センター。空港の中のいろんな建物から出る汚れた水、ここに集めて5つの浄化槽を通ってどんどんろ過してきれいにしていきます。3日間かけて処理された水は再び空港の中の水洗トイレを流すのに使ったり、車を洗ったり、木や花に水をあげたりと再利用しています。さあ、水をきれいにする建物の次はゴミの焼却場。皆様の右手、緑の扉のついた建物がクリーンセンター。空港の中で出るゴミと到着機から出るゴミもここで燃やしているんですが、煙突からは煙ほとんど見えない作りになってます。煙突からもくもく煙が上がると上空のパイロットさんの迷惑になりますので、煙突には工夫が凝らされており、排ガスの処理にはかなり高度な技術が使われています。さあ、そして右手奥の方に赤と白のフェンスが2箇所に設置されているのをご覧いただけますでしょうか。飛行機がエンジンを調整するときに使うブラストフェンス。飛行機エンジン調整する際はものすごい強い風が起こりますので、あのフェンスがその風を吸収してうまく空に分散していってくれます。もしあのフェンスがないところでエンジン調整をすると、エンジンの後ろ、数十メートル後ろに止めてる車でさえひっくり返ってしまうぐらいの風圧があるそうです。あのフェンスも重要な役割を担っています。さあ、今バスが U ターンするところが関空の南の端、地図のページではアルファベットの A、 飛行機の燃料が入っている給油タンクの前を走行中です。先ほどね、見学台のところから遠目に見ていただいてたタンク、横に来るとこんなに大きいです。一つのタンク、高さ20メートル、直径 29.5 メートル、この一つのタンクの中にジャンボジェット機60機分の燃料が入っています。ジャンボジェット機というと、お子様の、大人の方はこれが分かりやすいですかね、天皇陛下や、総理大臣が乗る政府専用機、ジャンボジェット機ですね。そしてお子様はこっちの方が分かりやすいかな、ポケモンジャンボ、人気がありましたね。ジャンボジェット機1機にはだいたい20万リットル入ります。ドラム缶でいうとどうでしょう、1000本分ぐらいというところですかね。それだけあると関空からイギリス、ロンドンのあたりまで飛ぶことができます。じゃあ飛行機の燃料は飛行機のどの辺に入ってるんでしょうか。3択クイズにしましょう。1番、飛行機の燃料はお腹の下のところに入っています。いいえ。2番、羽の中に入っています。いいえ、いいえ。3番、お尻の後ろのところ、ここに入っています。さあ、考えていただいている間に皆様、右手、保安区域の中にはファミリーマートもあるんですが、看板のところをよくご覧ください。皆様の町のファミリーマートにはないマークがありませんか。はい、このファミリーマートシャワー4つついてます。なぜなら保安区域でお仕事される皆さん、24時間交代で勤務されてます。また貨物地区がありましたね。長距離トラックのドライバーさん、荷物は運んできたり取りに来たり、ひっきりなしに来られます。その方々のお風呂代わり、リフレッシュのためにシャワーがついてます。そして保安区域の中、皆様の右手、エネオス、ガソリンスタンドもございます。皆様のお家の車はガソリンを燃料として走っていますが、では飛行機の燃料は何でしょう。飛行機の燃料もガソリンなんでしょうか。さあ、これもちょっと考えていただいている間に、皆様の右手、今度は郵便局が出てきましたね。こちらは大阪国際郵便局、滋賀県より西側の国際郵便物を取り扱っています。一般的に日本の郵便局はお正月が一番忙しい、年賀状の仕分け配達がありますので、
しかし外国の方は年賀状を書く習慣はあまりありません。その代わりクリスマス、たくさんのクリスマスカードを送り合われますので、先ほどの郵便局は国際郵便局ですので、お正月ではなくクリスマス前が大忙しだそうです。こちら失礼します。さあ、飛行機の燃料なんですが、これから寒くなってくると皆様もご家庭で使われる機会が増えてくるのではないでしょうか。石油ストーブを炊くときに使う灯油、ただしストーブ用の灯油と全く一緒というわけではありません。水分を取り除いたケロシンと呼ばれるとても純度の高い油を使っています。ではどうして水分を取り除くんでしょうか。飛行機は気温がマイナス50度にもなるものすごい寒い空の上を飛びますので、燃料に水分が含まれているとあっという間に凍ってしまいます。そうすると炎症を起こして事故につながりかねません。そこで灯油は灯油でも水分を取り除いた純度の高いケロシンと呼ばれる油を使っております。さあ、保安区域を出まして再び一般エリアに戻りました。さあ、まもなく皆様の右手、はい、ちょっと今日はシャッターが降りておりますけれども、泉佐野消防署の空港文書と書かれてますね。はい、火事は119番と書いてますが、はい、関空島内の建物、火災が起きたときに出動いたします。さあ、そして消防署を通り過ぎると皆様の右手、窓がたくさんついた建物は関空警察署。関空は国際空港ですから、いろんな国の方がやってこられますので、関空警察署の署員の皆さん、語学堪能、中にはお一人で何カ国語も話される署員の方もいらっしゃるそうです。さあ、ここ関空は空港ですから人が住むことはできません。ですが関空警察署の署長さんだけはここ関空に住むことが法律で認められているんです。なぜなら警察署の署長は自分が担当する警察署があるところに住民登録をすることが義務付けられているそうです。ということで関空警察署の署長さん、ただ一人ここ関空に住民登録なさってますので、法律上はまあ住むことができるというわけですね。さあ、皆さん先ほどの質問覚えていらっしゃいますか。飛行機の燃料はどこに入ってるんでしょうか。1番、お腹の下だと思う方どうでしょうか。お腹かな。あら、いらっしゃらないですか。よろしいんですか。じゃあ2番、いえ、実は羽の中に入ってるんですよ。最後3番、いえ、お尻の一番後ろのところ、この辺に入ってるんですという方はどうでしょう。あら、今日は皆さん全員正解かな。あれ？そう、飛行機の燃料は翼の中に入っているんですね。さあ、そして皆さん、関空の中には人間以外が泊まれるホテルがあるのをご存知でしたでしょうか。人間以外、さて何が泊まれるんでしょうか。答えは間もなく左手に見えてまいります。犬と猫のイラストが描かれた赤い看板、はい、出ました。ペットホテルプロムナード、飼い主さんが旅行に行ってる間、大事なペットをここで専用のスタッフが24時間お世話しながらお預かりいたします。飼い主さんにとっては出発直前まで一緒に過ごせますし、帰ってきたらすぐに会いに行けるので嬉しい施設ですね。さあ、再び皆様の前方左手、管制塔が見えてきました。管制官が2本の滑走路どちらもしっかりと見渡せれるように、管制塔はちょうど関空の真ん中あたりに立っています。関空の管制塔の高さ 86.4 メートルで、国内の空港の管制塔の中では4番目の高さ。東京の羽田、成田、名古屋の中部国際空港、セントレアに次いで4番目、4番目で高さ 86.4 メートルですので、我々ガイドは語呂合わせでハロー4番ハロー4番 86.4 メートル、国内で4番目の高さと暗記しております。ちなみに名古屋の中部国際空港セントレアの管制塔の高さは 86.7 メートルということで、あっち
ちらではハロー名古屋、ハロー名古屋 86.7 メートルで覚えてねということでした。さあでは最後になりましたが、再びちょっと2つ目の島、二木空港島に入りまして、今度はアルファベットの D のあたり、はい、ここをご案内して展望ホールに戻りたいと思います。アルファベットの D のあたりまで参りますよ。さあお子様ちょっとそろそろ眠くなってきてますか。じゃあこれでちょっと気を紛らわせましょう。さあ何の生き物ですか。なんやろな。はい、ジンベエザメ。沖縄の那覇空港を拠点にしている日本トランスオーシャン航空は美ら海水族館の人気者ジンベエザメの飛行機を作ってまして、ジンベエ君時々那覇から関空に来てくれます。はい、ジンベエ君ちゃんと細部もこだわられてますよ。お腹の下ちゃんと小判が描かれてるんですね。こだわってますね。さあではこの2つ目の工事なんですが、工事は3段階に分けて行いました。まず島を作る海の底はとても柔らかい粘土質でしたので、まずは土台をしっかりと固めなければいけません。地盤改良工事。その次にたくさんの土を埋め立てるんですが、何にもない海に土をどさどさ持ってきても波で流されてしまいますので、先に島の周りに石を積んで囲いを作る。そして皆様の左手には、はい、香港から到着ですね。香港エクスプレス航空、こちらも LCC 格安航空会社でございます。さあ石を積んだその囲いの中に最後大量の土を埋め立てて、こちら二木空港島完成いたしました。さあ先ほども到着ご覧いただきましたピーチアビエーション LCC 日本の格安航空会社。ピーチアビエーションは関空のここ二木空港島を拠点にしているので、こちらではピーチの飛行機たくさんご覧いただけます。さあそして皆様そのまま左手、カタカタカタと風車が2機回っているの見えますか。はい、ここ二木空港島では、太陽光発電だけではなく風力発電も行っております。現在二木空港島内に3機の風力発電があるんですが、だいたい1機あたり9000キロワットアワー発電します。一般家庭2世帯分の年間消費電力ですね。さあそしてここ二木空港島には大きな公園がございます。皆様の左手この芝生の広場はキックスソラパーク。公園なのでお弁当持ってきてこの中入ってピクニックしていただいても大丈夫ですよ。またこの公園の奥にはキックス空農園といって小さな農園があります。そこで1年を通して野菜の栽培が行われています。8月にはスイカも収穫されました。そしてもう間もなく、はい、さつまいもの収穫ですね。こちらも実際にこの、空農園で収穫されたさつまいもの写真です。なんと関空の中には畑もあるんですね。さあそして左手LCC 専用のターミナルビル、第2ターミナルビルは入り口を国際線と国内線で色を変えています。まず手前側、はい、青色の入り口は国際線、奥黄緑色は国内線。初めて第2ターミナルビルをご利用になるお客様が中で迷わないように、国際線は青、国内線緑で色分け表示をしています。先ほど見ていただきましたように第2ターミナルビルの周りピーチの飛行機しか止まっていませんでした。なぜなら現在第2ターミナルビルはピーチのみが使用しています。しかし LCC と呼ばれる格安航空会社とても増えてます。関空にも現在18社の LCC が就航してますので、皆様の左手今3つ目のターミナルビル建設工事が行われています。第3ターミナルビルの完成予定は来年2017年度下期供用予定となっております。はい、こちらも、完成しましたら LCC 専用となる予定でございます。さあくるくる風力発電されてますでしょう。はい、あれで発電された電力はこちら、水面沿いの街灯路に使っております。さあではですね、先ほど皆さんジンベエ君ちょっとお話途中になりましたが、ジンベエ君ガールフレンドがいるそうですよ。さくらちゃん、
かわいあらまですよね。あらまあ、かわいらしいさくらちゃんがいらっしゃいます。いらっしゃいます。そして、ジンベイくんもさくらちゃんもどちらも一機ずつしかいないので見れたらラッキーなんですが、関空に時々姿見せてくれますよ。さくらちゃんもね、ちゃんとお腹の下小判ザメ。そしておでこのところ桜がね、吹いていますね。はい、皆様の左手3機目の風力発電、勢いよくカタカタカタと回っております。はい、ちょうどこの水面沿いの街灯路に発電された電力使用してますよ。さあ、そしてここ2機空港島には水素ステーションもございます。皆様何でもありますよ、2機空港島。はい、岩谷産業株式会社による水素ステーション、今年の1月29日にオープンいたしました。水素は燃やしても水しか出ないと言われている、とても環境に優しいエネルギーです。2020年の東京オリンピックまでには水素燃料電池バスの運行も予定されています。先ほどの水素ステーションでは燃料電池バスへの水素の充填が可能な施設、設備が整えられております。さあ、では再び一つ目の島の方に戻りますが、皆様の左手、二つの島の間には川のような水面が見えますが、こちら川ではなく、この先大阪湾につながっているので、ここも海です。この水面の中、そして関空の周りには、現在200種類以上もの海の生き物が観測されています。クサフグもいますし、いろんな種類のタイ、アワビ、アオリイカも観測されています。なんでそんなに関空の周り海の生き物がいっぱいいるんでしょうか。先ほど島を作るときに埋め立てた土が波で流されないよう島の周りに石を積んで囲いを作るとお話ししましたが、その石を積むときに少し工夫をしました。石を斜めに斜めに積んでいくことによって石に太陽が当たる面積が広くなり、海藻がものすごくよく育つようになったんですね。その結果、魚たちが餌場や産卵場所にしようとたくさん集まってきました。そんなに魚がたくさんいるなら釣りお好きな方、魚釣りしたくなるかもしれませんが、バンバン釣れますよ。本当に天気がいいと魚がぴょんぴょん跳ねてるの、目で確認できます。しかし関空の周り400メートルから500メートルは釣り禁止区域になっているので釣りはできません。じゃあもし釣りをしてしまうとどうなるんでしょうか。一説ではその罰金およそ60万円ほどと聞いております。さあ、先ほどペットが泊まれるホテルをご紹介しましたが、もちろん関空の中には人間が泊まれるホテルもございます。まもなく皆様右手前方大きな建物が見えてきましたね。こちらはエアロプラザという建物、中には日光ホテルが入っています。まずこのエアロプラザの高さ、とても高いですね。先ほど行きました2機空港島に埋め立てられた土の高さとほぼ同じです。2機空港島にはこれだけの高さの土が埋め立てられております。またここの日光ホテルは空港の中にあるホテルということで、お部屋の呼び方も少しユニークです。一般的なホテルはスイートルーム、デラックスルーム、スタンダードルームという呼び方をしますが、空港内ホテルということでスイートルームはファーストクラス、デラックスルームはビジネスクラス、スタンダードルームはエコノミークラスという呼び方をされています。さあ、ここ関空は海を埋め立てて作った人工の島の空港。皆様の左手、海を挟んでちょうど対岸には神戸の町がございましたね。ちょうど対岸に神戸空港がございます。関空から神戸空港まで陸路を通ってバスや電車で移動するとなると、おそらく1時間半から2時間はかかるかと思うんですが、海を突っ切ればちょうど向かい側にありますんで、すぐですよね。ということで関空と神戸空港を片道30分でつなぐ高速船電車トルが、まもなく皆様の左手、ここポートターミナルから1日16便運行しております。海を突っ切れば30分で神戸空港到着です。なかなか便利な交通手段ですね。
さあ、先ほど飛行機が飛ぶ向きはその時吹いてる風の向きで決まりますとお話ししましたが、その風の向きを調べているのが皆様の前方左手、頭の上に白い大きなサッカーボールを乗せた建物、これが気象レーダー。はい、そして気象レーダーの足元に茶色い屋根の建物が見えてきます。ご確認いただけますでしょうか。はい、これは麻薬探知犬の訓練施設、大阪税関に所属する麻薬犬だけ日々ここで訓練に励んでいます。さあ、そして間もなく展望ホール到着ですが、展望ホールのすぐ隣には海上保安庁の基地があるのをご存知でしたでしょうか。海上保安官が海と空の両方から関空周辺の安全を守ってくれています。関空島内には警察署、消防署、そして海上保安庁の基地もございます。火事が起きた時は119番、では、おまわりさんに来てほしい時は110番110。ではもし海で何かあった時、海上保安官に助けに来てほしい時は11何番をしましょうか。 7は時報ですよ。正しい時間がお知らせされます。はい、118。はい、海のもしもは118。もう夏休みも終わったのでね、海に行く機会もそうないかとは思うんですが、万が一の時のために海のもしもは118、ぜひ覚えて帰ってくださいませ。皆さん、海上保安庁のキャラクターってご存知でしたか。白熊じゃないですよ。はい、アザラシです。カテゴトアザラシの海丸くん、お兄ちゃんです。そして妹のウーミンが、海上保安庁のキャラクターということで、この海上保安、保安庁グッズですね、興味ある方は展望ホールの、バスツアー受付しました、こちらの建物の4階航空グッズ専門ショップスカイショップタウンで、海丸のグッズいろいろとございますので、またお時間ありましたら帰り覗いて帰ってください。さあ、ところで飛行機好きの女子を空見ちゃんというそうです。空に美しいで空見ちゃん。では鉄道好き、電車好きの女子は何子ちゃんでしたかね。電車好きは鉄子ちゃんというそうです。では海上保安庁好きの女子は何子ちゃんっていうかご存知でしたか。ね、海子ちゃんって行きたいとこなんですけれども、はい、巡視船の巡という字を取って巡子ちゃんというそうですよ。はい、じゃあ余談ですけど、歴史好きの女子は歴女ですよね。じゃあ相撲好きの女子は。お、正解です。はい、相撲好きの女子は数女というそうですよ。はい、最後は空港と何の関係もないお話でついてしまいました、すいませんということで、あっという間の1時間ですが、皆さん大丈夫でしたでしょうか。お疲れではないでしょうかね。はい、本日は1時間本当に、ありがとうございました。ちょっとこの後もゆっくりと展望ホール内、関空内でお過ごしくださいませ。ありがとうございました。では座席券、出口のところで私お預かりさせていただきます。あと今一度携帯で、you、yeah.